内山ゆりなと飯塚まゆのダイアローグオンライン。みなさんこんばんは。エースの天然記念物、あなたを攻略させてください、内山ゆりなです。みなさんこんばんは。あっちにもウィンク、こっちにもウィンク、泣き袋にご注意です。飯塚まゆです。よろしくお願いします。お願いします。この番組は声優ユニット私たちダイアローグから2人ずつ週替わりでリスナーの皆様に癒しと笑いと素敵な音楽を届けていく番組です。始まっちゃった。始まりました。今週からまた組み合わせが変わりました。変わりました。今回は今まで組んでいない組み合わせでみんなで話し合って決めました。うん。でもね、たまたま私たち実はダイアローグのチーム腕相撲です。そうだね、腕相撲が強い人たちなんですね。そう、前回の組み合わせを決めるときに腕相撲をして組み合わせを決めようみたいな決め方をなぜかして、ね、ツイッターに上がってましたね。そう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 、フラワーの1位とバードの1位の腕っぷし強いぞチームです。ラジオ関係ない。どう、私になって、私になってどう、ね、相手がまだ全然喋ってないか分かんないよ。ただ今日はあの前撮った時はなんか横並びみたいなとこだったんですけど、うん、今回はこのアクリルパネルを通してこの対面みたいな感じで喋ってるので、ね、ちょっと恥ずかしい。そう、分かる。なんかさ、ネネとかも言うけどさ、ユリニャにさなんかと目が合うとちょっとなんかね恥ずかしくなっちゃうの。え、可愛い女の子いるなみたいな気持ちになっちゃう。丸つも言ってるけど。え、でも私 誰に対しても恥ずかしいよこれ。そう、本当対面は恥ずかしい。そう、なんか正面見たらもう眉の目線とこう同じだからさ、ね、高さが恥ずかしくなっちゃう。女、今日は恥ずかしいけど腕っぷし強いチームで頑張りたいと思います。はい、はい、ということでそろそろ始めていきましょう。ここから1時間よろしくお願いします。ダイアローグオンライン。改めまして内山ゆりなです。飯塚まゆです。ダイアローグのデジタルシングル夏の花火と君と青の発売が決定しました。12月23日にサブスク同時解禁で発売いたします。そして1月10日イベント僕たちの現在地の開催も決定しました。はい、ライブありトークありのイベントです。こちら現在オフィシャルホームページ選考が受付中です。こちらあさっての12月2日まで、はい、です。お見逃しなく。はい、そして2021年2月3日にダイアローグのセカンドシングル人生イージー、サードシングルあやふわアスタリスクが同時発売いたします。それぞれ弱キャラ友崎くんのオープニングとエンディングになっております。セカンドシングル人生イージーは作詞作曲は田淵智也さん、編曲はモナカの田中秀和さん。サードシングルあやふわアスタリスクは作詞作曲は田淵智也さん、編曲はモナカの広川圭一さんが担当しております。うん、こちらもね楽しみだね。楽しみ、早くね聞いていただきたいねこれ ね。ではでは、ここからはリスナーの皆さんのお便りを紹介していきましょう。はい、それではまずログッコネームホースケさん、ゆりにゃまよよん、こんばんは。こんばんは。1月10日にダイアローグパーティー2021僕たちの現在地開催決定おめでとうございます。ありがとうございます。ライブはもちろんトークありゲームありの新年会イベントにスタッフさん勢揃いの打ち上げまである、まさにダイアローグの日と言っても過言ではない一日に今から非常にワクワクしています。もしもお二人が何かやりたいことがあれば今のうちに言っておけばイベントに反映してくれると思いますよ。今から楽しみにしています。それではとのことです。ありがとうございました。ありがとうございます。盛りだくさんのね
パーティーですね。そうなんです、ダイアローグパーティー2021のお便りたくさん届いたので、うん、もう一個続けてご紹介したいと思います、はい、読んでいきたいと思います。ログッコネーム二度出馬さんからいただきました。ゆりなまゆゆんこんばんは。こんばんは。来年1月のイベント僕たちの現在地の開催が発表されましたね、うん、第1部では全曲披露のライブ、しかも配信チケットはなんと1000円。いつも友人たちをダイアローグのライブ配信があるたびに誘って布教活動をしていますが、今回はもっともっとログっ子を増やせる気がしています。圧倒的パワーアップを果たしたダイアローグを楽しみにしていますとのことです。ありがとうございます、はい、そう発表されました。嬉しい嬉しい、新年からみんなに会える、ね、イエーイ、最高の予定ね、ありがとうございます。そうしかも本当にさ、このお昼夕方くらいうん。からもう夜にかけてじゃなくて朝までさ。あの、チケットも、現地のチケットもあるし、配信もあるから、確かにね、このちょっとお正月すぐにはちょっと家から出れないよっていう人も、うん、一日家でまったり、たんたらららららな気持ちでさ、ダイアローグの一日過ごせちゃうよね、本当に。確かにね。でもさ、なんか、うん、お二人何かやりたいことあればってさ、ね、反映してくれると思いますよって。多分そうです。まだ間に合う気がしてる。何がやりたい？なんだろう。お餅つきしたいでしょ？お餅つきね。鍋パ。鍋パめっちゃご飯食べるじゃん。だってイベント時間何分なの？確かに。イベント時間。1時間。1時間。やばい、鍋だけでも。確かに。やばい。やばいね。何ができるかな、うん、あと。お正月っぽいことしたいよね、でも。いつかあれやってみたい。大きな酒が入った入れ物をさ、バコーンってぶったたいて、木の蓋がバーン割れて、みんなでなんか今年もよろしくみたいな感じで。何酒飲むイベントがあるのよ。そうなんだ。あるのあるの。そう、なんかユリニャはやっぱ異世界から飛んできたから、なんかこの地球のなんか文化を知らない人だと思うんだけど。そうでしょ。でも全然知らないけど、眉徳じゃないそれ。ただの眉徳じゃない。確かにみんなでも、あの、飲まなくてもこの清めてお酒でこの体を清めていただいて。そうなんだ。綺麗なダイアローグで新年を迎えたい。なるほど。なんかさ、うん、ダイアローグボックスとかでもさ、うん、みんなちょこちょこ新年っぽい、誰だっけ、タコ揚げしたいみたいな。タコ揚げは真夏。それは無理。中のゼロではできん。あと、ハゴイタしたいって言ったのが夜間。あー。で、なぜかネネを単独指名して、ネネさんとやりたいです。言ってた言ってたじゃん。はい、言ってた。今度夜間はいつも。あれはあれなんて言うんですか、あの、顔。獅子舞。顔、ちょっと待って、やる、ね、言う前から獅子舞って言われた。獅子舞じゃないんだ。何何何、あのさ、あの、顔をさ、並べるやつ。福笑い。あ、それ福笑いいいじゃん。やりたい。福笑いしましょう。なんか福笑い対決みたいにできそうじゃない？ねえ。できそう。どっちがいい顔を作れるか。それできそう。やりたい。そういう感じの新年、ね、ハッピー新年にしたいね。ねえ。やりたい。はい。ということで、もう一つお便りご紹介していきたいと思います。ログコネーム、コンドルになりたいコンコルドさん、内山さん、飯塚さん、こんばんは。こんばんは。今日は11月30日で、夜が明ければもう12月ですね、うん、今年は以前とは違う日々になりましたが、お二人は今年立てた目標など達成しましたか？私は毎年お正月にダイエットと運動を目標に掲げるのですが、うん、結局掲げるだけでお正月を過ぎればどうでもよくなります。お二人はちゃんと目標達成に向けて努力できましたか？とのことです。ありがとうございます。ございます。目標ね。覚えてないです、去年。去年じゃない、今年の1月に立てた目標。何言ったかな？覚えてないよ。なんか、ダイアローグとしては、なんかやっぱ大きく、なんか、ねえねえねえ、フェスに出たいとか、うんうん、ツアー行きたいとか、海外行きたいとか言ったけど、でも結構さ、叶えられたよね。ね、そうだね。確かにな。なんだろう。個人的な目標とかって。私、フォートナイト上手くなりたいの。出た。
最近流行っている最近ダイアログ界隈あと旧界隈でも何かやってるよね。やってる。でもユリナ強いよね。強くないの実は。え、そうなの、うん、なんかすごいみんな、うん、なんかユリナにしてはなんかすごい動きをしているっていう、え、そんなこと言われてたの。言ってくれるんだけど私実は全然うまくなくて、うん、なんか今ねスイッチでやってるんだけど、うん、パソコンの方にね移行しようと考えているんだけど負けちゃうの、うん、負けちゃうの。なんで？この間もね、うん、ゆうなにね見てもらってたんだけどやプレイしてるとこ見てもらってた、プレイしてるとこ見てもらってたんだけど、うん、すごいなんかでもそれでも1位取れなかったから、そう最近勝てないから、うん、もうちょっと頑張りたいなっていうのが次の目標。ダイアローグフォートナイト部を作ったらいいじゃない。え、いいじゃん。いいじゃん。ゆうなもダウンロードしてくれたみたいなんだよね。すごい。え、ゆうなもやるのゲーム。なんか、え、私のを見て、うん、え、面白そうみたいな、すごい面白いみたいな感じでダウンロードしてくれたの。嘘。意外。そう。できちゃうかもしれない。意外メンバーがやってる。内山以外だとキョンがやってるでしょ。絶対やらなそうなのに意外。確かにサッピも一応ね、あ、ダウンロードして一回一緒にやったことあるんだけど、うん、強くなりたい。なりましょう。なりたい。私内山はフォートナイト強くなります。え、まゆんは？私はなんだろうな、ちょっと最近寒くなってきてなんか日本酒がね美味しくて最近よく飲んじゃうのであのね新潟かどっかの、うん、駅にある日本酒がすごく楽しそうなお店をこの間教えてもらったから、うん、そこに行きたい。今年はなんかあんまりさ遠征みたいなとか旅行とか行けなかったから、うん、来年は美味しい酒を飲みに地方に行くぞという目標を立てます。いいね、いい、うん、え、でもさ私さ個人的になんだけどさ、うん、マユお酒強いなっていう印象もあって、お酒好きっていう印象もあったんだけど、うん、本当に詳しいんだね。え、ちょっとびっくりしちゃった。ハイボール飲んでるだけですよ、普段は。え、でもなんか、本当になんか、すごい欲が、欲がとか言そう、好きなものは知りたくなっちゃうからね。ね、すごい。なんか面白いね。そう、なんかユイニャとあんま二人きりで、すんごいなんか長時間話したことってあんまりないからさ、ね、もっと話したい、不思議話したい、ね、私もマユンが不思議な人だと思ってるから。そう、うん、みんなの、みんなは内山のこと不思議な人だと思ってるよ。いや私はね他の人がすごい不思議なの。そうだよ、うん、そうだよね、そりゃね。ちょっとこれ相思相愛通じてるよ。ね、いっぱい話そう、いっぱい。はい、ということで本当にたくさんのお便りありがとうございました。ありがとうございました。ここからはコーナーをやっていきたいと思います。ダイアローグチャンネル部企画課。登録者が3000を超えた YouTube のダイアローグチャンネル、2021年から本格的にいろいろなことをしていくかもということで、つどつど話が上がっていますが、何をしていくかを考えるコーナーです。例えば、うん、今回のパーソナリティの2人だと何ができるかなとか、メンバー全員だと何するかななどなど話し合っていきます。リスナーの皆様からの企画を募集いたします。はい、では早速お便りを読んでいきましょう。はい、ね、本当にたくさんいただいた、ね、来ました、いただいた、来ました、いただきました。はい、白熊スピーカーさんの企画です。はい、はい、メンバー全員で人狼ゲームをしてみたらどうでしょう。声優としての演技力、相手の心技を見抜く洞察力が試されます。ダイアローグは個性豊かなメンバーだらけなので推理戦は盛り上がると思います。正直ファンとしてみんなでわちゃわちゃしてるところを見たいだけです。ありがとうございます。ありがとうございます。やりたいです。これはすごい内山がやりたいやりたいと言ってました。たあとあのこのお便りでもめちゃくちゃたくさん、ね、あの嬉しい届きました。ありがとうございます。怖い。え、ディノゲーム怖い。え、どういうこと。疑われるの怖いけど。だって可愛いんだけど。でも私ね大体勝つ。嘘。強そう強そう。人狼側になったら大体勝つ。嘘。それは強いね。うん、市民だと何していいか分かんないけど、確かに人狼になった瞬間もうヒョーンってめっちゃ頭働かせる、うん、私はね、うん、勝ったことない。嘘でしょ。なんでそんな自信満々にやりたいって言ってたの。嘘でしょ。なんか私なんだろうこれね、うん、市民になっても、うん、かき乱したくなっちゃうの。危ない危ない。
リアル狂人になっちゃうってこと？そう、なんかだってなんかさ、すごい市民が勝っちゃうのって、うん、そやっぱ正義が勝つのが当たり前なんだけど、うん、それだけじゃ刺激が足りないわって思ってちょっとなんか、うん、ちょっと分かんなくしてやろうかなみたいなのをやっちゃうんだよね。やな、一緒に市民になりたくないじゃんそれそしたらそう一番最初に釣られちゃうの。あ、そうだね怪しいもんね、しょっぱなからね、こいつなんだみたいな、こいつ市民って言ってんのに何なんだこいつみたいなそう、でもなんか、うん、やっぱ狂人の動きが楽しいじゃない、人狼って。狂人なったことない。そうなの？狂人ありの人狼あんまやったことないかも。あら、絶対楽しいと思うよ。本当？サッピとかやばそうだもん。やばそうサッピと内山やばそうでも松も似たようなこと言ってたんだよこの間。え、嘘、みんなやっぱ狂人入りの人狼やるとみんなそういう気持ちについちゃうんだ、たどり着いちゃうんだそこに。だって人狼が一人だったらちょっとかわいそうじゃない？かわいそう、それは一人でかわいそう、狼になっちゃってと思って、うんうん、仲間になりたい。そう、味方になりたくなっちゃうんだよね、うん、は楽しそうね、絶対やりたい。ほぼ格で採用してほしいなって思います、ね続いてじゃあ読んでいきますか。はい、どれにしようかな、これにしよう。うん、ラジオネームさなぎさんからいただきました。ありがとうございます。ゆりにゃん、まゆゆん、こんばんは。こんばんは、 こんばんは。チャンネルの企画案として歌ってみたや踊ってみたはどうでしょうか。メンバーの好きな曲や有名なアニソンなどをカバーする企画で、それこそプチダイアローグジャムのようなイメージです。カバーは大変だと思いますが絶対ファンも喜ぶと思います。そういえばメンバーの皆さんに似ていることで有名なバンドすべすべまんじゅうガニの演奏してみた動画もありですかね、ということです。はい、ありがとうございます。これでも面白そうね。踊ってみた、私やりたいな。そうだね、うん、確かに私結構ね、普通にあの日常生活で幼き頃から踊ってみた、やってた。いいじゃん。なんか中学生も高校生もなんか発表する場みたいなたまにあるじゃん。そういうの大体ね誘ってねやってたの。いや、想像つくもんだって。ほんと？うん、これやりたい。かわいい。でもまゆゆほんとさ、かわいい曲もさ、かっこいい曲も踊りがハマるからさ、見ててほんとにすごいと思う。嘘でしょ、うん、やっぱいっぱい見てきたからかな。別にやってはないけど、うんうんうん、見てきたからなのかな。 すごいすべすべまんじゅうがにさんね。ああ、そうだ、すべすべ。これまゆゆにも似てる方がねいらっしゃるよね。松竹香織いいねさん、友達なんですよ。連絡先知っててあ、そうなんだ。連絡してみますねお願いします、うん、最近調子どうって、うん、やってみますね。いつか見れるかもしれないからね、本当に演奏してみた、ね、では続いて、はい、ロクッコネームマッキーさん、ありがとうございます。ありがとうございます。運動チャレンジ企画はどうでしょうか。普段キレッキレなダンスを披露しているダイアローグですが、普段の運動はどうなのか気になっていたので提案してみました。例えばフリースロー、リフティング、縄跳び、ストラックアウト、チーム戦だとドッジボールなど何でもいいです。はい、ありがとうございます。内山がずっと拍手をしてますよ。やりたい。けどこれストラックアウトって何ですか。これわかりませんのでやりましょう。投げるやつ、投げる、あ、番号が、あ、なんか野球みたいなさ、なんか1から9までさ正方形のとこにいっぱい書いてあるやつだ、ね、うん、あ、やってみたい。確かにやってみたい、やってみたいよね、うん、でもリフティングか。あ、真夏できるわ。真夏できるんじゃん。あとハンドボールはユリニャでしょ。確かに投げるのはね、そうだね、いろいろ衰えてるかもしれないけどそうじゃあ1対9、1対9ってすごい人が多いな。1対誰7だ誰2人スケート呼んじゃったえ、1対7とかでさハンドボールはできるもの。でもワンチーム7人なんだけど。あ、そうなんだ。うん、キーパー合わせてでも1チーム1人はさどうにかなる。どうにかなるのかな。でもなんかもろもろ細かいルールを合わせたらすごいルール引っかかりやすくなりそう、うん、え、嘘。うん、なんか私たちルールわかんないから多分大丈夫なんでもいいのえ、でもキーパーの人が一番怖いと思うよ多分立場的に。え、ほんとだ。
私たちの誰かがキーパーやるってことでしょ怖いと思う。内山のさらけ出すんだボールを受け止めなきゃいけないってこと？やりたい。でも私そうやりたいよ。やろう一体7ハンドボールやばいなでも普通に気になるよね。楽しいと思う。やっぱダンスと運動神経ってなんか全然違うらしいからね。ユーナとかどうなの？ユーナは運動神経いいでしょ。ね、体幹しっかりしてる。しっかりしてる。何でもできそう。言うなって確かにな。やってみたい。ドッジボールとかもやりたいな。やりたい。怖いけどやりましょう。運動やりたい、ね、楽しそうだね。やりたい。ああということで本当にもうたくさんのお便りいただきました。ありがとうございました、うん、ありがとうございます。はい、こんな感じで引き続き企画お待ちしております。以上ダイアローグチャンネル部企画課のコーナーでした。改めまして内山ゆりなです。飯塚真由です。ここからはリスナーの皆様からいただいたお便りを紹介したいと思います。はい、やる気元気小吉さんからいただきました。まゆゆん、ゆりにゃ、こんばんは。こんばんは。普段の仕草であったり綺麗にお手入れされたロングヘアであったり、お二人はメンバー内でも特に女性目線でも女子力の高いペアだと思っております。あら、そこで質問なのですが、はい、お二人が普段から身の回りで気を使っていることはありますか？とのことです。あら、ありがとうございます。そう思われているのですね。嬉しい。嬉しい。嬉しい。確かにあんまりボーイッシュな服とかを着ないからそういうイメージが確かにあるのかな。そうだね。でも私はそう、真夏とかね、他のメンバーも、うん、でもそう言ってくれてるの、なんかメイク上手だよねとか、うん、こういうとこ気使ってるんだろうなって言われるけど、うん、そんなに本当は気使ってないのね、実は言うと。でも気を使っているように見せている、見栄を張っているのかわいい。そう、そうするとなんかそうじゃないといけないかもと思って頑張れるから見栄を張ってる。でもさ、めちゃめちゃ仕草可愛くない？まゆゆん、仕草、うん、仕草か。だってさっきね、うん、ちょっとここの収録始まる前に打ち合わせとかがあるんですけど、うん、その打ち合わせ終わりにね、くしゃみみたいなのしたじゃんね。もうしとこう。その時にさ、すごいくしゃみたいな感じでしててさ嘘でしょと思って。なんで？すごいよ。嘘、それはすごい。内山はくしゃみ大きいの？え、小さい？そんな大きいイメージないよ。可愛いくしゃみでしょ？ヘクシーエーイみたいな。なんか、個性的。言葉が入るんだよね。あ、そうなんだ。あ、でもちっちゃくする練習小さい頃したんだよね。そうなんだ。中学生、小学生くらいの時にくしゃみちっちゃい方が。私、大きな音がちょっと苦手なのね。ああ、そうなの。だから、そう、小さい音の方が良くない？くしゃみと思って、訓練した。その時のあれなんですね、うん、あ、努力してたかも、そういえば、ね、努力じゃんそれもうそういえばしてた。でも私たちはさ、うん、あの違う美容室だけど、うん、あの同じ種類のトリートメントを受けているよ ね、 ねこれね、そう、髪の毛はちょっと頑張っているよね。うん、私ね、うん、あのここでカミングアウトしちゃうんですけど。何ですか？まゆゆんの前髪がすごい好きなの。 ありがとうございますめちゃめちゃ好きなの。すっごい好き。なんか髪質がいいよね。本当？うん、元気な髪、私結構。なんかでもね、すごい見てる分になってはすごいサラサラ感が目に見えている感じと、うん、すごい言うことを聞いてくれそうな素敵な前髪だわって毎回見てるの。そう、うちも前髪こだわりあるよね。こだわってるの。私逆にクセっ毛だから、そうなの？いつもそう宿毛矯正とかして。根元の方とかまっすぐにしたりするんだけど、うん、私もストレートかけてますよ。そうなの？そうなんです。私ニュアンスストレートという、もともとストレートな風に見せるくらいの弱いストレートをかけて、うんうんうん、地毛がストレートかのように見せています。いいじゃん。でもほんとサラサラ。内山真由、あ、褒め合う会になっちゃった。幸せ空間になっちゃいました。あれ、素敵なお便りありがとうございました。続いてのお便りです。はい。ログッコネーム、あやめさん、ありがとうございます。ありがとうございます。放送日の本日、11月30日は絵本の日だそうです。うん、最近では、童謡や絵本が題材になったスピンオフ作品も増えてきましたよね。ちなみに、お二人が記憶に残っている好きな絵本はありますか？とのことです。ありがとうございます。ありがとうございます。何かありますか？お前、うまそうだな。
それなんかタイトル聞いたことあるんだけど、どんなやつ？恐竜さんのお話。うん。なんか大きなね、恐竜がちっちゃい恐竜と出会うの。赤ちゃん恐竜の、うん、最初食べようとするんだけど、タイトルの通りに、あ、そういうことなんだ。まあそうだなって言って、うん、でもね、そう守ってね、ちゃんとお母さんの元へ連れていくっていう、すごい感動するお話なんですよ。めっちゃ大きい恐竜、優しい、うん、めっちゃ覚えてる、それは。なんか絵本さ、最近読みたくなってくるよね。ね、わかる、わかる。だからちょっとこのお便り、あの、読んじゃったんですけど、うんうん、私もなんか何か覚えてるかなと思った時に、ね、カラスのパン屋さんってすごくなんか有名だと思ってたんだけど、内山は知らなくて、うん、本当にカラスのパン屋さんのお話なんだけど一番好きなページがパーンってこの次のページ開いたら、もうね、大きな、私が持ってたのは大きな絵本なんだけどね、うんうん、絵本中にもうたくさんのパン、美味しそうなパンが、なんとクリームパン、メロンパンみたいな感じでパン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 ってね、いっぱい写ってるページがあって、そのページが大好きで、いつもそれでね、パンの名前を覚えてたの。かわいいあの絵本すごく幸せな気持ちになれるから読んでほしい確かに絵本っていいよね。いいよね。素敵、ほっこりお便り、うん、ありがとうございました、ね、ありがとうございます。ログッコネームホアランさんからいただきました。ゆりにゃん、まゆゆん、こんばんは。こんばんは。僕は最近声優さんのテレビ出演が増えたなと感じております。はい。それだけ声優さんの活動の場が広がっているというのはすごいことですよね。うん。ちなみにお二人は出演してみたいテレビ番組などありますか、とのことです。テレビ番組か、思いつく。いっぱいあるよね。いっぱいあるの。何、いっぱい、ない、何、何。え、私はダーツの旅とか、ダーツ投げて、あの地図上でこう刺されたとこに行くやつだ。そう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 。あとは、行ってきゅうとか。どっちも行くタイプだね。どっかに。旅したいのかな旅したいかもしれない。行ってきゅうって、いろいろコーナーあるけど、何したいの？え？私は山に登りたい。あら！登山？登山したいね。いいじゃん。したい。私、登山趣味にしようと思って、登山グッズだけいっぱい買った。まだ行ってはないんだけど。いっぱい買った。やりた、やろうよ。いつでも行けるじゃん。いつでも行ける。いいじゃん。一緒に行こう。行きたい行きたい。待って、これ、YouTube でやったらいいんじゃないの？あ、確かに。YouTube でもありだ。ダーツ旅しようよ。できるじゃん。タイトル、ダイログ、ダーツの旅って書いて。なんか時々ミッションとかあってさ。嘘。あ、楽しくない？楽しそう。こういうの。絶対面白いと思う。やりたい。いいね。なんかテレビ番組でやりたい企画。テレビ番組に出れなくても私たち できちゃうんじゃない？できちゃう気がする。確かにな。やりましょう。あともう一個思いついちゃった。なになに、逃走中やりたい。あー、やりたい。ダイアログみんなで出たい。やろうよ面白そう、出たい。それは出よ、出よちょっと、あ、でも見た、声優さんも出てた。出てたよね、うん、私もう絶対遅いと思うけど。え、そうなの？でもそうそう、だって、え、めちゃめちゃ早い人でしょ。めちゃ早い。でも小回り聞くから、うちら小回り、うん、ショッピングモールとかで小回り聞くから今日めっちゃ強そうじゃない。確かに小回りも聞くし走れるし。確かに、確かに隠れられるよね、うん、キョンちゃんなら隠れられるよ隙間とかに。確かに、楽しそうじゃん。楽しそう、やりたい。出演オファー、逆オファーしますはいはい。それでは本当にたくさんのお便りありがとうございました。引き続き皆様からのメッセージお待ちしております。続いてのコーナーです。人生イージーハードシュミレーション。このコーナーはパーソナリティ2人が人生の試練シチュエーションに対してリスナーの皆様から送っていただいた選択肢でその試練を乗り越えるストーリーを作っていくコーナーです、うん、今回のシチュエーションはいきなり無人島からの脱出です。お便りの内容は例えば木の実を見つけたとか、洞窟がある、うんうん、あ、向こうに船が見えるなどでお願いします、うん、うまくストーリーを作っていきましょう。はい、それでは早速やってみましょう。無人島からの脱出スタート。むにゃむにゃほわー、はっ、あっち、あっち、ここどこ、ちょっと待って、内山起きて、起きて、うん、ちょっと待って、え、ここどこ？どこ？ここどこ？え？周
り海じゃない？海。え？待って、だってさっきまでさインターフェムにいたのに、なんで？あれ？なんで、どうしたどうした、どうしちゃったんだろう。え？どうしよう、どうしよう、た、助けて。人と人がいないの？知ら、座禅を、座、一旦座禅組もうよ、座禅、座禅組んならいいんだと思う私落ち着かせないと、だってこんなにこんなに慌てて、息も荒くなっている。大丈夫マユ、はあ、どうすれば、こちら、マユユ、ハイボール見つけた。ほんとマユユ、ハイボール、グッグッ、ハイボール飲んで、うぃー、やった、めっちゃ元気だったんだけど。待って、無人島ってさ、バカンスじゃない？楽しめばよくない？どうしよう、ダメだ、こいつ酔っ払ってやがる、どうしよう。ちら、な、なんだこれ、黄金に光ってる、なんだこの石、ピカーン。内山ゆりな、内山ゆりな、落ち着いて行動してください。ここは海、よーく先を見てごらんなさい。人が住んでいる島が見えるでしょう、あそこまで行くのです。あそこか、まゆゆ、あー、どうした、なになになに、島が見えるの、あそこ。嘘、ほんと、ほんとだ、しかもなんかコンビニとかありそう。あ、私たちあそこまで行けば生き延びられるよ。確かに、よし、行ってみようか。あ、その前にちょっと足場見てみて。何？ダイアローグメンバーを一人召喚できるボタンがあるよ。すごーい、名前が書いてある。ポチッ、宮原さつきを召喚しました。あ、サッピー、ありがとう、よく来てくれたね。ありがとう、サッピー。サッピーのその長い腕で何でもできそうだ。でもどうして、どうやって脱出したらいいんだろう。ちら、あ、何これ、スコップじゃん。これで掘って、あ、わかった、ずっとずっと下まで掘って、海の底まで掘って、あっちの島まで行けばいいんだ。掘るぞ、掘るぞ、確かに、サクサク、ほら、サッピーもスコップ持ってる。サッ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 サ、チラリ、たくさん掘って釣り竿作れちゃったみたい。もう疲れた、掘るの、ほら、もう疲れたから、もう一旦ご飯を取ろう。毎日かかるんだよ、釣り、ご飯ね、ね、オッケー、ビュン、あ、魚、イカ釣れた、やった、イカ焼きにしよう。やったやった、どうすればいいんだ、一体。よいしょ、うわー、木に雷がバッシャーン、うわー、めっちゃ燃えてんじゃん。待って待って、分かった、私これでさ、とりあえずイカ焼けばよくない。あ、あ、パチ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 、食べれるじゃん。パチパチパチ、やったやった。待って、これめっちゃ匂いすごくない？すごすぎない？匂い、ちょっとさっき先食べちゃダメだよ待って、早すぎない？すごい匂い。あ、待って待って待って、え、向こうの島から船来てない？え、待って、え、イカ焼きの匂いに釣られて人来ちゃったんじゃない？待って、煙出てるからじゃない？そういうことかも。やばい、来た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 、おーい、私たちここだよ、おーい、来てくれた、ありがとう、よかったね、ゆりにゃん、よかった。さっぴもほら、一緒に帰るよ、おしまい。そっか、燃えた時点でバレ、分かってたんだねイカ焼き作っちゃったとりあえずはい、今回の選択肢メールを送ってきた皆さんのお名前をご紹介したいと思います。そらいろとしさん、はとゆうらさん、かずいさん、キングピンさんです。うん、はい、私の方はですね、ひすいさん、和風ごまさん、チャルさんです。ありがとうございました。ありがとうございました。面白い、面白い、面白いこれ。さっき何しに来たの悩んだの、尾形とどっちにしようか賛否にしちゃった面白すぎるはい、ということでこんな感じで私たちに選択肢メールを送ってきてください。次回のお題は戦国時代タイムスリップからの脱出です。以上、人生イージーハートシミュレーションのコーナーでした。ヘイスタート。続いてのコーナーです。メンバー対抗ご褒美争奪チャレンジ。このコーナーは毎週ゲームにチャレンジして一番得点の高いチームにご褒美がもらえるコーナーです。
今回はロングブレスジュゲムゲームです。今から一呼吸で古典のジュゲムをどれくらい読めるかを2人で協力して行ってもらいます、はい、まず1人目が頭から読んで息継ぎをしてしまったら、2人目がその息継ぎをしてしまったそこから読んで、うん、一番長く読めたチームが勝利となります、はい、こちらは全部一呼吸で1人目が読み切ってしまった場合はまた頭から繰り返しという形になりますね、うん、ちなみになんですけど、はい、噛んでしまった場合は、うん、そこで強制的に終了になります。ご注意ください。問題はさ、ちっちゃい頃の記憶だからさ、ちょくちょく言葉間違えて覚えてるんだよね。そうなんですよ、私やばいよね。やばいよね。息が続くかじゃなくて、い正確に言えるか問題。そう、しかも攻めすぎて早く言いすぎたら、そうそうそう、噛んでしまったらもうそこで終わりだから、やばいね。飯塚からいきます。 OK です。スタート。ジュゲムジュゲム、五号のすり切れ、カイジャリ水魚の水魚松、雲来松、風来松、クーネルところに住むところ、ヤブラ工事のブラ工事、パイポパイポパイポのシューリンガン、シューリンガンのグーリンダイ、グーリンダイのポンポコピーのポンポコナーの超救命の超助。ジュゲムジュゲム、五号のすり切れ、カイジャリ水魚の水魚松、雲来松、風来松、クーネルところに住むところ、ヤブラ工事のブラ工事、パイポパイポパイポのシューリンガン、シューリンガンのグーリンダイ、グーリンダイのポンポコピーのポンポコナーの超救命の超助。ジュゲムジュゲム、五号のすり切れ、カイジャリ水魚の水魚松、雲来松、風来松、組んでるところに住むところ、ヤブラ工事のブラ工事、パイポパイポパイポのシューリンガン、シューリンガンのグーリンダイ、グーリンダイのポンポコピーのポンポコナーの超救命の超助。ジュゲムジュゲム、五号のすり切れ、カイジャリ水魚の水魚松、雲来松、風来松、組んでるところに住むところ、ヤブラ工事のブラ工事、パイポパイポパイポのシューリンガン、シューリンガンのグーリンダイ、グーリンダイのポンポコピーのポンポコナーの超救命の超助。ジュゲムジュゲム、五号のすり切れ、カイジャリ水魚の水魚松、雲来松、風来松、組んでるところに住むところ、ヤブラ工事のブラ工事、パイポパイポパイポのシューリンガン、シューリンガンのグーリンダイ、グーリンダイのポンポコピーのポンポコナーの超救命の超助。ジュゲムジュゲム、五号のすり切れ、カイジャリ水魚の水魚松、雲来松、風来松、組んでるところに住むところ、ヤブラ工事のブラ工事、パイポパイポパイポのシューリンガン、シューリンガンのグーしかもめっちゃ早かったね。私も、もういろんなところがね、間違えて覚えてたから、うん、どうしようどうしようと思ってたけど、でも早く言わなきゃって焦ってたら息どんどん抜けてた。でも全然マイユンがすごい、3回回せた。すごくない？めっちゃゆっくり読んでなかった？ゆっくり読んだ。5週弱、5週の3行読めました。やった。ね、そうそう、え、最初のチームって緊張しない？ね、緊張するよ。どうなるんだろうね、後半ね。後のチームの方が練習とかできちゃうよね。あ、本当だ。誰も見ないで。誰も聞かないで。はい、以上、メンバー対抗ご褒美争奪チャレンジのコーナーでした。お送りしてきましたダイアログオンライン、そろそろエンディングのお時間になってしまいました。番組ではリスナーの皆様からのお便りをお待ちしております。送り先は公式ホームページのリンクからよろしくお願いします。番組ハッシュタグはログライン897でつぶやいてくださいね。はい、最後に私たちから改めてのお知らせです、うん、残念ながらダイアログオンラインが2020年12月いっぱいで終了です。4月20日から始まっていろいろとありがとうございました。ありがとうございました、本当にこんなに ね長いこと、そう、ね、すごくない？33回目、すごいよ、すごいよ、半年以上、半年以上、びっくりしたよ ね。なんかさ、うん、ダイアログオンラインを通じてさ、うん、私たちもメンバーとの距離もさ、そうそうそう、より縮まったしさ、普段のプライベートのお話とかもできるからさ、ね、めちゃめちゃ楽しかったよね。そう、なんかでも、うん、この皆さんにとってもなんか8人で番組やりますとかはあるけど、うんうんうん、こうやって1人ずつ2人ずつの話をこんなにね、1時間番組だよ、しかもそうだよ、1時間こんなにたっぷりとお届けできるなんて本当にね、嬉しかった、ね、ありがとうございました。ありがとうございます。ラストまで盛り上げていきますよ。頑張ります。はい、そして12月23日に夏の花火と君と青がデジタルシングルでリリースされます。そしてそして
1月10日に新しいイベントを開催いたします。こちらもよろしくお願いします。そして2021年2月3日にセカンドシングル、サードシングルが発売します。こっちも、はい、お願いします。お知らせたくさんで嬉しいです ね、嬉しい。そう、これからあのボックスは今後も続いていきますし、はい、あと YouTube も来年から本格始動ということなので、はい、まだまだ盛りだくさんね。ナダイアローグをこれからもよろしくお願いします。お願いします。はい、それでは今週はここまで。お相手は内山ゆりなと飯塚真由でした。来週もオンラインつないじゃってちょっと話さない。バイバーイ。